皆さんこんにちは。こんにちは。目から鱗の時間です。パーソナリティのウェッジとゆびちゃんです。24時間常時放送のインターネットテレビシャララ TV がお届けする目から鱗。今輝いている人の人生の転機のきっかけ、まさに目から鱗が落ちた瞬間を紹介し、ご覧いただいている皆さんの人生の転機のヒントにしていただく番組です。今日はさ、はい、来ました。音楽関連のゲストさんに、まあまあ数々出ていただいてるんですけども、今日のゲストさんは本格的なバイオリニストさんに来ていただいてて、心に響くバイオリンの音色を聞かせていただきたいと思います。まあお話もね、あの聞かせていただくんですけども、あの本格的なバイオリニストのその音色、皆さんお楽しみに。はい、はい、この前に CM です。はい、CM 行ってください。いらっしゃい。いらっしゃい。はい、今日はバイオリニストの梅田佳代子さんに来ていただいています。なんか愛称梅ちゃん佳代ちゃんということなんですけど、実は知り合ってからもう4年ぐらい経ってるんですよね。はい、そうなんです。ねえ、あの某ウツボ公園のなんか、お誕生会がなんかのイベントでね、はい、僕はなんか歌わせてもらったんですよね。あの時に僕が歌って、で佳代子さんは当然ながらバイオリンの演奏をなさって、余興でね、2人とも出たんですよね。そうです。あの時僕歌ってたよね。歌ってしました、素敵に。ねえ、なんか最近なんかね、最初出会った頃はローザやったのに、今それすらやってないんで。そうやね。で、僕今9曲出したからもうすぐアルバムできるよ言って、そこでチーンと終わってる。そう。もうなんか、某ブラボーシローさんのところのね、あの新曲出すのも滞ってるっていう、よく自分で作詞作曲してなあかんよね、この、このぐらいになってきたらね。で、かやこさんの話に戻るんですけども、なんか6歳からバイオリン始めてるということで。そうなんです。6歳でバイオリンをその始めたっていうきっかけは、やはり母も父も姉もバイオリンっていうか音楽が大好きで、常に音楽会とかに聞きに行ってまして、私も一緒に連れてちっちゃいながら行かせてもらって行ってて、その時にあ、なんて素晴らしい楽器なんだろうっていう印象があって、どうしてもバイオリン習いたいなって母に父に言いまして、じゃあいいよいいよ習いなさいって言ってくださったのがきっかけです。音楽会によく行ってましたんで、はい、それで素敵な。でもそのかよこさんが小その6歳の頃ってバイオリンなんか習ってる子周り珍しかったんじゃないですか。いなかったんです。だからね、みんな遊ぼうって学校終わってから言われても、今日バイオリンのレッスンがあるから、お稽古があるからって言ってちょっと断ってる毎日でなんか辛い時があったんですけど、はい、断ってる日が多かったですね。みんな遊びに行って公園行ったり、いろいろね、あと別の家集まってとかあったんだけれど、ひたすらもう黙々と練習の日が毎日でしたけど、はい、3時間ぐらいぶっ通しで放課後にはやってました。なるほど。で、それからちょっとまあ小学校からちょっとまあ中学校、高校、中高入ってました。弦楽部に入って、で全然全く分かんない子たちの指導に入って、なるほど、全然弾けない子。バイオリンなんかって本当触ったこともない人ばっかりですもんね。そうなんです、はい。でも音色を聴いて弦楽部入りたいっていう子がいっぱいできて、たくさんたくさん、最初は同好会やったんですけど、クラブになって、はい、いっぱい生徒さん増えました、部員がね、はい、嬉しかった。でそれから、まあその大人になって、ちょっとバイオリンをそのまま続けてらっしゃって、そうです、その奏者になるっていうふうに、思ったのは、そのどういった
その環境で。そうですね、あのやっぱり、小さいながらも結婚式とか友達の結婚式とかいろいろ、喫茶店とかそういうところいろいろ出演させていただいて、出て出てって弾いて弾いてって言って弾かせていただいて、うん、あの皆さん の、 あの拍手とか応援とかそういう反響がよくたんで、それでぜひぜひあのもっとプロになって、あのみんなの前で聴かせる音楽家になって、バイオリニストになってって皆さんのお声もあり、それであのじゃあ私頑張って一流頑張ろうと思ってバイオリニストになろうって、そういう気持ちであの練習に励むようになりました、毎日。はい、で今はあの活動としたら、はい、そのプロとしての活動としたら、はい、ちっちゃい子にリトミックで教えて音感教育を、ね、はい、情緒豊かな人間に育てるという教育を幼稚園、はい、ちっちゃい子に小学校低学年でも教えまして、はい、で自分は自らあのバイオリニストとしてあのジャズ、ポップス、はい、ラテン、クラシック、いろいろのジャンルをまんべんなくあのライブハウスとか、はい、結婚式場、教会、はい、いろいろあの集会場のいろんな、まあ、部類の場所で演奏する活動をしながら生徒を教えているという、なるほど、そういう形でやってます。わかりました、はい、でとりあえずで、はい、どんな感じ の、 あの演奏なさってるかっていうのを、はい、ちょっとこの本番の前に、はい、前撮りで、はい、あの演奏でちょっと撮らせていただいたので、はい、その演奏をですね、はい、皆さんに見ていただきたいと思いますので、はい、とりあえず演奏を見ていただきましょう、どうぞ、はい、
まあ、あの4年前も、ね、うん、演奏を生で聴かせていただいて、はい、でもバイオリンって、はい、毎日 の、 そのトレーニングって大変じゃない、うんうん、はい、3時間びっちりやらないと。そうなんですよ、毎日しないと指が動かなくなるっていう感じですよね。1日しないと1日戻る、2日しないと2日戻るって感じなので、なるほど、ね、もう手はすぐ出ます楽器弾いてると分かります。ギターもそうですけど、ですよね、もう本当もう構えて、うんうん、ね、握るだけでも、誰に言ってるよ、誰に言ってる、握るだけでも違うって言いますもんね。よく言うのが、そのゴルフのクラブも毎日握るだけでも違うって言うじゃないですか。そうです、本当にやっぱり筋力と、それとその脳からの伝達の問題なんで、その毎日触れてやるっていうのも大事ですよね。あと音を長く出す時の、その、自分が出したい音と出したい音がここから出したいっていうのをうまく出す練習が難しいですよね。はい、なんかね、すごいあの元気な時は元気に出ますし、場合もなんか人間と一緒で調子がいい時はガーンと出るんですけど、調子悪いちょっとなんかね、ありますね。熱出てる時、木管楽器なんかもここから音出すっていうの難しいんですけど、弦楽器も結構難しいですよね。そうなんです、本当に本当にその音符通りに音出そうと思ったら難しいですよね、うん、すメロディーは特にね、コードとかね、うん、ああいうのはそうでもないんですけど、そうなんです、メロディーは大変ですよね。うちもサックスの時結構苦労してたよね。苦労してた、うん、ね、スカスカやもんねスカスカから音出るまでがそのタイミングが難しくて、難しいです、ね、もうあと何ですか、音を切る、はい、タンニングでまあ言うたら投げタンタンタンとこう切ったりするのがね、はい、難しいですよね。難しいです。で特にバイオリン、あの往復するから難しいんですよねそうです、弓が長いから、そうそう、それをね、そう往復なんで、はい、この長い音だとね難しいんですよ ね、 すね、音が切れないようにするのがね、はい、そうですね、本当にもう練習練習です。そうですね、練習で。もう本当そのこちらのその引く抑える手と弓の手って言うんですかね。はい、弓の手、弓の手の方が難しいって言いますもんね。そうですね。やっぱりあの、ね、跳ねたり飛んだり、だってまっすぐしたり、まあ、両方ですけどね。まあ両方、うん、もう本当に弓も大変です。ね、毎日3時間やりますね。最初はもう基礎練習、朝ですか、いつもどなん、いろいろです、あの休みの時はもう朝気持ちいい時に、はい、美味しく呼吸を吸いながら、はいはい、あのワインに弾くと場合も機嫌がいいからやりますし、はい、まあ、夜しかできない時はあのレッスンの後とか、そうです、ね、はい、やって、ぶっ続けで3時間ってわけではなく、ぶっ続けです、ぶっ続けで、はい、3時間、まあ、ちょっとまあ1時間して喉乾いたなと思ったら喉潤してなんかコーヒーか紅茶飲むけど、続けてやんないとまた戻るから、もうその勢いよくガーッと、であっという間に2時間経っちゃいますね。すごい、1時間でちょっと気持ち、ライブなんかの時もウォーミングアップ長いですよね。あ、長いです、ね、バイオリンの方長いですよね。長いんです、あのただね、カチカチいうかまあ ね、 そうだね、あのなんか、うん、体操と一緒ですけど、あのウォーミングアップ両手して、うん、ね、こなれてくるまでが長いですね。そうそう、あたまるまで、そうです、はい、手の先で楽器自体も、はい、ある程度弾いてやらないと温まらないっていう感じなんですよね。すいきなり出して弾くっていうわけにはいかないんですよね。そうなんですよね。それがもうでも調子よくなってくれたら、あ、僕のバイオリンで弾いてくれっていう、もう、なるほどね、機嫌よくなるんで、もう生もんと生きもんと一緒に、あ、ここの3時間とかやるっていうの、そんなに楽しそうに喋ってることがもう、え、いや、すごいなって、あっという間なんです、もう考えられない。もうこの前なんかテレビで10年前ぐらいのテレビを再放送してて、千住さん、あ、千住さん、千住、朝から晩まで弾いてたって言って、ですね、もうあの方はもう素晴らしい、なんかご飯食べるのも時間落ちから立ったまま食べてたってかもしれません、うん、頭ずっと弾いてたって、そうなんです、もうそんなに弾いて手つらへんのかなと思うんですけど、あ、いやいや全然逆によく動いても、そう、ね、なんかやっぱり体の体操と一緒でね、あのもうすごく柔軟になります、弾けば弾くほど、はい、まだ3時間じゃ足らないくらいなんですけど、もう今日はこれでいい、明日しようって決めた。でもあれですよね、習い始めからその上達するまではもう丸1日ずつずっと
練習してた時期もあったんですよね、はい、でもまあ学校の宿題があるから、宿題はちょっとね宿題はね宿題とかなんかね、いろいろそういうのを予習しなきゃいけない、その勉強もしながらバイオリンも、でもまあなるほど、やっぱり2時間は絶対してましたね。でもバイオリンでね、はい、まあ、はい、僕はあのカントリーはバイオリン、うん、結構馴染みはあるんですけど、はいはい、ジャズとか、はい、タンゴとか、うん、まあ、ポップさんなんかは結構あのね、あのバイオリニストの方がそのあのなんていうんですか、そういうライブなんかで弾き語るのを聞いたことあるんですけども、まあジャズってあんまり聞いたことないですね。いいです、もうジャズやっぱりね、あのお酒飲みながら弾くと皆さんお酒が進んで1杯、2杯、3杯ってお店の人が喜ぶような曲が多いんで、なるほど、その前いろんなね、有名な曲で枯葉とか、あとあのはい、いろいろありますけど、ジャズなんかを演奏するときはソロ、いえ、あのやっぱりピアノさんとベースと、あーベースとパーカッション、ドラムか入れますね、入りますよね、入れます。ジャズの場合は雰囲気なんで、うん、そう、あのね、演出がね、なんか大人っぽいこう飲みながら、ちょっと癒して聞くいう大人の世界っていう感じですけど、ね、あのそういうのに慕っていただくように、あのジャズライブハウスで行かせていただきます。あとその演奏活動の他にその教えてらっしゃるっていうことなんですけども、どういった形で教室、バイオリン教室っていう形なんですか？はい、そうなんです。教室近くにあるところで、あの派遣みたいな形で、はい、あの入らせてもらいます。はい。はい、そしたらあの子どもさんたちがあの、まあ、お受験なんかで、あの言葉、趣味、バイオリンって書いたら、あの1点とか2点かちょっとあの、あの面接で、なるほどね。なんかそれをね、バイオリン上層教育されてるっていうような家庭環境だということで、アップしてあの面接の時にあのよくて、また面接の時にあのちょっと弾いてくださいって言ったら、ちょっとキラキラ星でも何でもいいんで、簡単な、僕結構50過ぎてからギター始めたり、楽器をいろいろサックス始めたりしたんですけど、バイオリンって初心者の楽器ってどれぐらいするもんなんですか？まず今もうね、やっぱりいろいろ、あの中国製とか韓国製とかいっぱいあるんで、あの本当にあの手軽に、はい、手には入りますけど、でもあの、お餅はどうかなだんだんやっぱ音がね、あの悪く、どうなんですかね、あの、初めて初心者からその演奏する人前で演奏できるようなところまで使える楽器ってありますよね、やっぱり海外のドイツの楽器とかが、やっぱりドイツになるんですか？はい、私はちっちゃい頃ずっとドイツの楽器使ってまして、で最後はあのイタリアの楽器が一番好きなんで、あのイタリア製 の楽器で、はい、オールドバイオリン、古いあの、ね、作った製造がすごく古いもの、古いやつ、ね、やっぱりいい味のある木がね、味が出てくる、木自体、ね、木がいいんです、深い音が出るんで、イタリアのあのいろいろな年数経つと音が枯れてくるっていうか、音が良くなってくるっていうのもあるんですよね。バイオリンに。そうなんです、新しいってやっぱギターもそうですもんね。そうですよね。だからギターも古いギターの方が値段高かったりするんですね。そうです、そうなんです。はい。だから古い方がこう深みのあるこう重厚な音が出る。うん、安いのはいっぱいあります、何万円って。でもやっぱ軽い、弓一本何千万とかっていうようなやつとか、ありますね、家買えるぐらいで、ね、はい、8000万円の弓とかあるじゃないですか、でも弓なんか張り替えるじゃないですか、あ、毛をね、はい、張り替えるじゃないですか、あの馬の尻尾ですか、馬の尻尾買います、はい、この弓が高いんですか、ここの、いや、やっぱりその木が高いですよ、木が高いんですね、うん、弓は、あの毛はそんなでもないですよ、木が高い、そうなんですね、はい、でもバイオリンほど高くないんで、バイオリンの値段がやっぱり本体は高く、ストラスバイオリンとかね、すごいですね、はい、はい、博士さんとか、メンテナンスやっぱり、僕もサックスなんかもう1年メンテナンス持っていかへんなんで、ちょっと飛んで持っていったらえら怒られるんですよね、はい、職人さんに、いります、もう本当にもうあの湿気のある時とか、雨が多い時とかね、はい、暑い時とかもう本当温度に敏感、ね、そう敏感なんで、もう大切に、もう本当に生き物ニスもね、まめに塗らないと、そうそうなんです、あの木が傷むから、ちゃんと塗らないとなんですよね、もう生き物のようにね、可愛がってやんないと、ほったらかしにすると、そうですよね、価値落ちていくっていう、そうなんですよ、もう大事に大事に、もう
ね、ね、子供のように育ててやらないとっていう感じで、あのお付き合いさせてもらってます、バイオリンちゃんと。今、はい、どれくらいの数、うん、バイオリンの数は、あ、バイオリンの数は、はい、今持ってるんですか、はい、何台かあります、何台か使い分けてます。あの海辺で弾くときはちょっとそんないいもの使わない、はい、やっぱり当然ながらあのライブするときには予備機って必ずみんな持ち歩きますよ ね、 すね、弦が切れるとかっていうのもあるので、それは同等クラスのやつをやっぱり持たないといけないから、お高いやつを何でも持ってらっしゃるんですよね。何でもない、やっぱ一番ライブのときには最高のものを持っていって、はい、でちょっと、はい、まあ、ちょっと下げたものを予備に持ってきとくという、そんな同等のものをそんなにいっぱい持っていくと盗難にあったら怖いからということで、ありましたよね、なんかね、盗難にあったっていうのがね、はい、だからね、なんか怖いんで鍵かけたりいろいろね、もう大変なんで、まあ、ライブなんか国内の場合はいいんですけど、海外にライブ行くとき楽器をこう持ち込むの大変なんですよね、実を言うと。そうなんですね。ストラスバリウスなんか、あの、通関できないっていう時もあるんですよね。そうです、そうです。ね、うん、もう気を使ってね、あの、もう手元に離さない。はい、私、タクシー乗って移動する時も、リュックに背負って絶対こうトランクに入れない、トランクには入れないって、ね、はい、熱くなってますんで、はい、うん、そうですよね、うん、なんかそこにポイって投げちゃったかわいそうなんで、リュック背負ったまま、はい、目的地のライブとか場所に移動します。もう背負ってます、常に一緒追いついてます、楽器はね、こんな感じですね、発想してます。弦自体も、はい、やっぱり高いとか安いとかあります、あります、はい、ピンキリ、もう高いの1万円以上するのがあるけど、1日で切れるときはピンって切れちゃうんで、まあ、それあまりにも ね、 そうね、1万円の1日でピンって入る、ライブの時だけ高い弦、はい、あの使うってなんか感触が違うから、やっぱり同じものずっと使わないといけないですよね。で、あの変えたては できない、カチカチ硬いん で、ね、硬いですね、あの程度なんか鳴らさないといけない、鳴らしてからの使うんで、はい、一番の使い慣れたのを使います。高い安いじゃなく使い慣れていつもので、まあ、弦を使う、はいはい、この後またね、ちょっと、はい、その このこれからの活動の告知とかしていただくんですけども、はい、一度ね、はい、ちょっと CM に行って、はい、その後いろいろまたお聞きしたいと思いますので、はい、では CM どうぞ、いらっしゃい。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や一日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、おかえりなさい。はい、ではですね、告知タイムがございまして、はい、これからですね、活動の告知とか PR をちょっとしていただきたいと思います。ではどうぞ、はい、ありがとうございます。私、茶屋町アズールという、北区のすごいいいとこですよね。ここで、7月28日木曜日、7時半からライブさせていただきます。素晴らしいメンバーの方々とご一緒に、パーカッション、ベース、ピアノ、ギター、5人体制で、ジャズ、ラテン、ポップス、クラシック、いろんなジャンルを皆様の前で披露させていただきたいと思います。ぜひぜひお越しいただきたいと思います。で、5階なのですごく綺麗な、観覧車も見えて、テラスの方からも演奏を聴けれる素晴らしい、お食事も下から、イタリアンの、ピザ、スパゲティが出来たてが上がってきて5階で食べれるという素晴らしいライブハウスですので、ぜひぜひ7月28日にいらしていただきたいと思います。よろしくお願いします。で、こちらの方にね、ちょっとご案内でね、はい、ロッポスターとか、情報を流れてますので、またね、もし、お席の予約とかでしたらね、梅田佳代子さんメッセージャー、お店でもないです、ね、はい、Facebook、はい、お友達なくてもメッセージャーつながると思いますので、はい、その辺でお問い合わせいただいたらと思います、はい、7月28日アズール、はい、茶屋町。あと、それと、はい、次がもう一つありますね、はい、
8月に私の誕生日で 毎年、誕生日ライブをさせていただいてまして、はい、もう満席で満席で立ち見があるくらい皆さんお客様がお誕生日お祝いに来てくださるんですけど、8月の30日の日に、今度は谷町四丁目にあるグラバー亭っていうライブハウスなんですけども、はい、そちらでバースデーライブをさせていただきます。そちらもやっぱりジャズ、ラテン、ポップス、クラシック、いろんなジャンルを皆さんと、うん、はい、美味しいお酒飲みながら、コロナもちょっと、弱まりましたので楽しんでいただきたいと思います。バースデーライブ、はい、8月30日、谷町グラバー亭です。お待ちしております。ケーキも出ますので皆さんと分け合って、ね、はい、ハッピーバースデーと、ね、いうことで、まあ、少しずつですけど皆さん、はい、一緒にいただきたいと思います。お願いします、はい、時間もあともう1分ぐらいになっちゃったんですけど、何かお話足りないこととかありましたらぜひ、はい、はい、これからも頑張って、演奏活動を続けていきますので、はい、Facebook なりいろいろ見ていただいて、私の活動を見ながら、ご一緒にファンとしてたくさんの方々に癒しなバイオリニスト梅田佳代子を応援していただきたいと思います。梅田佳代子さんね、 Facebook、はい、梅田佳代子で検索すると、はい、ヒットしますので、はい、はい、その辺でですね、うん、情報を、見ていただいたらと思います、はい、ありがとうございます。でもバイオリン愛がもう止まらなくて、ね、2人の音楽愛がもうね、もう本当お腹いっぱいになったと思いますありがとう、ぜひ皆さんまたチェックしていただいて、ね、音とか ね、ぜひ聞いていただいて、ライブでぜひお越しください、はい、YouTube なんかもね、はい、アップされてると思うので、はい、見ていただいたと思います。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。僕は君の大人のおもちゃさ。